テーマミュージックが帰ってまいりました。超満員の水道橋後楽園ホール、79年世界最強タッグ決定リーグ戦、いよいよ公式戦のスタートを迎えます。開幕第1戦公式戦、注目のカードを迎えます。スカイハイのおなじみのテーマミュージック、あのフライングメックス、マスカラスブラザーズ、必勝マスカラス兄弟、不死鳥のように帰ってまいりました。花道はもうたくさんのファンが詰めかけています。颯爽と登場してまいりましたドスカラス、そして後ろからお兄さんのミルマスカラスがゆっくりと登場であります。公式戦を迎えています。マスクマン同士の公式戦第1戦であります。公式戦試合に先立ちまして、日本テレビより両王マスクマンタッグチームに花束が贈られました。マスカラスブラザーズと対戦いたします白覆面のマスクマンコンビは、マスクとストラングラー、そしてベテランのミスターレスリング組であります。4人のマスクマンが揃いました。後楽園のリング上、七色のテープが今片付けられています。本当に熱い熱いムードで迎えられました。マスクとストラングラー、急成長のマスクマン、デストロイヤーの代役をこなします。兄弟マスクマンのナンバーワンと自他ともに認める実力者、ミスターレスリング、フライングメックス、マスカラスの実の弟ドスカラス、超仮面おなじみです。ミルマスカラス、千の顔を持つ男、オーバー仮面が飛びました。後楽園ホール、お客様が殺到しています。いよいよ注目のマスクマン同士の公式戦第1戦を迎えます。さて山田さん、公式戦の第1戦がいよいよ始まりますけれども、まず第1戦から注目のカードですね。そうですね、私このカードで特に注目したいのは、はい、記者会見の時にマスカラスがですね、はい、我々のチームは体は確かに他のチームに比べて決して大きいとは言えないけれども、その代わりテクニックをしていくということをはっきり断言してますね、はい、ですから今日の試合でその証拠をですねとっくり見せてもらいたいと、こういうふうに考えてるんですね。まあ、ドスカラスマスカラスもですね、やはり打倒ブッチャーシーク組というのは本当にいい、まず第一目標に挙げてますからね。当然そうですね、はい、まあ、チームワークがいいことはね。マスカラスちょっと体を崩しました。マスクとストラングラー、おっと早くもフランクロスチョップ、空中殺法が出ました。ブレンバスター、速い動き、ビルマスカラス、なんとしても打倒ブッチャーシークを果たし初優勝を狙いたいフライングメックス。ミルマスカラスから弟のドスカラスにタッチされました。対照的に鮮やかな銀だめ青を基調にしましたコスチュームドスカラス。さて体を入れ替えました。さあどうだ、ジャンプ1番ドスカラスがカウンターのドロップキック、ショートレンジ2連発、マスクとストラングラーがリングの外であります。鮮やかなショートレンジのドロップキック。この辺の仕上がり具合、第1戦ご覧になってどうですか山田さん。しかしね、ショートレンジのドロップキック2発いったのはいいんですがね、はい、こういうところで見てることないですよね、もうちょっと突っかけていいですよ。高橋さんどうですか。こういうふうに綺麗にやるとね、はい、必ず相手にやられますからね。確かにその点は言えますね。なるほど。ただですね、やはりこの空間を持ったその攻撃になりますとね、はい、この兄弟の連携は抜群ですね。と言いますと高橋さんがご覧になりますこのマスクマン同士の対決はどこに注目されますか。やはりですね、今のような形でそのグラウンドになりますとね、これはやっぱりレスリングストラングラー組が群を抜いてますね。なるほど。ただ離れた場合ですね、これはやはり空間のレスリングに強いマスカラスブラザーズということになりますね。山田さんどうですか。特にね、今登場するミスターレスリング、この人とグラウンドやったらちょっとかなう人いないでしょ。なるほど、ね、もうさっきなんかドスは子供扱いですよね、しかし離れて戦うとああいう武器が出てきますからね。まあ、ミスターレスリングはもう正体がですね、自分から名乗っていますけれどもティムウッドということで、はい、あれはローマのオリンピックですか、
そうですね、アマレスのアメリカ代表になりましたですよね、はいはい、ティムートはね強いですよ、とにかくね、自分のね全然派手なアクションないですけどね、自分の体をふーっと預けていってね、はい、相手を潰してしまうという、このレスリングは実にうまいですね。さすがに元オリンピックのアマレスアメリカ代表でありますティムウッドことミスターレスリングであります。そのミスターレスリングとマスカラスが手四つの体勢、リングの中央であります。まあ、先ほどのザ・デストロイヤーの話になりますと、まあ、非常に参加できなくて残念だということなんですが、現在どうやらニューヨーク地区の高校生を集めてアマレスとアメリカンフットボールのコーチをやっていて、非常にそれが忙しくて、軌道に乗って契約があるので、ちょっと来れないということが正式に全日本プロレスのオフィスに入ったんですが、来年のチャンピオンカーニバルには絶対優勝を狙って来日を果たすという、まあ、追伸が入っていたそうですね。本当に残念がってましたよね。しかしその辺はミスターレスリングザ・デストロイヤーの代役を十分こなすマスクとストラングラーを選んでのリング上公式戦であります。手四つの体勢グランド、武井さん、この体勢ですとマスカラスはちょっと不利ですね。しかしですね、マスカラスはグランドの場合での例の逆、はい、逆さつり天井ですね。なるほど、ああいうものがありますからね。リバースロメロスペシャルですね。はい、別にそのレスリングがこのままでいきますとね、逆転を食う可能性は十分ありますね。さあ手四つの体勢から体が1回転2回転いたしまして、エプロンサードロープにミスターレスリングの体がつきました。ロープブレイクであります。静かな対戦を迎えています。握手をしました。この辺がミル・マスカラス、非常にジェントルマンであります。まあ、ミル・マスカラスとドスカラス組公式戦はこの後あと11日で迫りますけれども、福岡大会でいよいよ因縁のブッチャーシーク組との公式戦が福岡であるんですよね。武井さん、この一戦にですね、この兄弟は十分に燃えていることは分かりますね。どうなんですか、マスカラスがあれだけですね、札幌でやったようにズタズタにマスクを裂かれるということは今まで記憶の中であるんですか。部分的にですね、目の部分とかそういうことはありましたけどね、はい、ああいう形でひどくですね、頭の部分をすっぽり裂かれたことはないですね。なるほど、まあ、その辺の仇討ちもあります。ミルマスカラス、ドスカラス組とのブッチャーシークとの一戦、福岡大会いよいよあと11日と迫っています。さあそのままマスクとストラングラーにタッチいたしまして、ヒップドロップで落としました。ミル・マスカラスの左の膝にテコの力を利用しての攻撃を加えています。マスクとストロングラー、また逆エビの体勢に入っています。まあ、この短期決戦ということで、全国サーキット13会場で行われるわけなんですが、北海道から近畿、四国、そして九州と、まさに日本縦断のこの79年世界最強タッグ決定リーグ戦、まあ、本当に取りこぼしあるいは怪我というものがですね、非常に心配されるんですが、その辺はですね、まず公式第一戦を見まして、リル・マスカラス、ドスカラス組の体調はどうですか、山田さん。非常にいいですね。動きも、ね、スムーズですしね、まだまだ無理な攻撃は見せていませんけれども、ね、そうですか、まあ、はい、あんまりね最初から飛ばしてもね、しょうがないですからね、じっくり構えていってるんでしょう。なるほど。さあロープに飛ばして、そのままドスカラスのフライングのクロスアタック、そしてドロップキック、おっとマスクとストランガーが返しました。腰に乗せてドスカラスを投げる、初来日のマスクとストラングラーであります。さあどうだ、おっとタッチであります。ミスターレスリングにタッチ、ドスカラスが登場してまいりました。まあ今年のチャンピオンカーニバル、本当にドスカラスが頑張ったわけなんですが、新潟県三条大会ではブッチャーに地獄突きであっという間に破られてしまいました。実に8ヶ月ぶりの来日であります。おっとサンセットフリップのような体勢を見せました。マスクとストラングラー、技は多彩であります。中南米のレスラー、コーラーマット最上段からそのまま、おっとこれは自爆であります。背中を打ちました。さあミル・マスカラスがタッチして、コーラーマット最上段フライングボディアタック、フライングボディアタック成功、そのまま抑え込みました。
空中戦法であります。鮮やかにビルマスカラスが決めています。マスクとストラングラーを務めていますビルマスカラス、ロスカラス組、鮮やかな空中戦法ですね。そうですね、やっぱりマスクとストラングラーの大爆地が失敗しました、裏目に出てしまいましたね、まあ逆にあれが成功していればマスカラス兄弟も危ないところだったんですよね。まあ、竹内さん、今日1勝を挙げましたマスカラス、ドスカラス組はですね、いよいよ来週の放送では大阪でザ・ファンクスとの一戦が控えてますよね。ぜひここからですね、2点を取りってほしいところですね。中盤戦の大阪大会が非常に優勝の行方を左右しますね。これによってマスカラスブラザーズがですね、優勝戦線に食い込めるか、あるいはそのままで終わってしまうかという大変な分岐点ですね。なるほど、わかりました。マスカラスブラザーズ、早くも公式第1戦ものにいたしまして得点2をマークしています。